Ya bei Ayo Koko Hanarerunya Dekkai no ga kurude Gaha Shacho Shistarei no Jumbi ga to Sonoi Totoimasu Totoimashita Totoimasu Kaha Itsu demo ii wa yo やれ。じゃあ、よし。はい、来る。光。なんだ。そうだな、名前忘れた。ああ、残念。レイセンかな。この誰も何か訴える。なんだ。どこに向かって撃っているの？ミッドガールだ。スリーン。あのやつは道を守っているかな。これは誰？セフィロスか。撃った。セフィロス死んだ。すげえ、ウェポンを突き抜けた。そうか、狙いはセフィロス、北の果てのクレーターだ。これを壊したか。見ては興味ないか。報告です。ウェポン倒れました。クレイタバリアも消えました。報告です。高密度エネルギーがミッド側に向かってきます。Why am I helping? Okay, you said that. これは報告者。報告者死んだ。あ、いや、それはケイシーかな。ケイシーも死んだ。ケイシーの、なんだ。なんだ、まあ、ケイシの本体。セフィロス、どうなったんだ。大空、大空骨、大空骨かな、骨。洞窟、そう、骨。航空骨。あの場所がかどうかな、がどうなったか見に行こう。行こう。なんだ、セフィロスの場所か。最初はよビラハリだったぜ。アバランチの初めの頃はな。
それがどうだよ、だな、だよ、セフィロスと戦うだ。なんか遠くに来ちまった、そんな感じかするぜ。いよいよセフィロスとの対決ね。大空窟の中どうなってるんだろう。セフィロスはじっとして見てを待っているのかな。セフィロス、どんな石取るんやろ。ああ、頑張りますか。すみません。シェイブ、デリケート作業中です。セフィロスを倒せば、星を救えるんだよね。怖いけど、おいら頑張るよ。早く行こうよ。大空窟へ。今度こそか。今度こそか。セフィロスを倒す。愛しい女性の息子を倒す。私はまた罪を食ろうかな。搬送しているのか。それとも見ているだけだった。私にできるせめてものず償いか。ジージーまだいるかな。見ようか。ジージーまだいるか。戻らなかったジージーの町に。ジージー。おほほ、旅はいいものじゃの。それだけ。よし。14歳です。はい、行きましょう。チョコボー、来いチョコボー、一緒に行こう。じゃあセフィロスの場所か。近いですね。これは何だ。それはエリスの町か。なんでエリスの町行けないかな。こっち、あ、行ける そうか。森いらないわ。こっちだ。そっち行ける。でも、あ、こっちは草、ちょっと草だからこっちに入れる。まあ、見ようか。これは何だ。これはエリスの町。何だこれ。行ったことない場所。どこ、なんだ、誰、誰。おお、こんな辺鄙なところに人が来たのは何年ぶりじゃろうな。覚えておらんわ。あんたは何者だ。わしか。わしは誰じゃったかの。はあ、あんた自分のことだろう。長いこと考えておらんかったしの。なんて呼ばれておったんあったかの。あ、そうじゃ。人は私をチョコボ仙人と呼んでおった。そうじゃ、そうじゃ。チョコボ仙人じゃ。あ、忘れるなよ、そんなこと。さて、この私に何の用かの。かぶって、ああ、これは売人。あ、いや、ばい。なんだこれ。チョコボに使うと、レーゲンの野菜、シルキスの野菜、ハラムの蜜、フォロー、その前にチョコボ、チョコボなんだ。チョコボは、チョコボか、チョコボは、なんじゃったかの、思い出せんの。何か思い出した。何じゃったかの、思い出せません。こんにちは。何かあげた。マテリアか。敵の技。敵の技いらない。食え。敵の技か。思い出せない。これを買おうか。
Atacarme. なんだ、自分のチョコボをあげるかな。このチョコボの名前わからん。そっか、これはエリスの町。そっか、草がない。あ、こっち草、こっち行って エリスの町行ける。そう、そういうことかな。こっちも行ける。まあ、チョコボのランチ、ランチかな。牧場、チョコボ牧場戻る。そしてこの新しい、なんだ、 <笑>この実、この直後の餌、直後の餌をあげる。どっちかな。今私の持っているやつは最初のやつね。餌をあげる。いや、これは顔か、顔色も。あげる。直後に餌をあげる。 え、これだろ。これか、シータのやつ。シルキスのやつ。どっち、メスだな。このメス、俺の強いチョコ。はい。スピードアップ。 スタミナアップ、賢さアップ、少しなくよ。それだけ。うん、それだけか。じゃあ、このレーゲン、レーゲンの野菜。スピードアップ、スタミナアップ、少しなくよくなった。全部同じ。 全部同じでしょ。まあいい。スピード、なんかよく。うん、あのシートのやつ一番。賢さも。スタミナ、賢さ。スピード。まだクラス C。 クラス B になれるかな。それとも他のやつ捕まえる必要か。はい、このクラス C 十分かな。別にいらないかな。 これはいいか。いや、行こう。うん、移動じゃない。出る、出る。乗って出かける。メス、私のメス。はい。 セフィロスの場所行こう。うん、これは洞窟なんだ。覚えない。これはなんだ。え、化け物なんだ。<笑>バグだと思った。<笑>あ、まあ、何か見つけた。 隕石だろ。かなり強そう。コメテよ。強すぎる。死ぬ。
何か回復したい。そうだな、レッドの体力弱いすぎる。ケルーラか。死ぬな。なんだそれ。ブラッドファン弱いブラッドファン。いや魔法、装備して武器で逃げた。逃げてスタな、なんだスタダレイズスタレイス。なんだその化け物。なんで化け物がいた。んこれは化け物探しか。ああこれじゃない。14歳の男。洞窟なんだ。あ、ヘビな洞窟。ヘビ弱いね。弱くなったヘビ。あ、そうだ、あのやつ鍵見つけた。あ、こっちじゃないな。緑。やろう。鍵見つけたかな。またか。チョコボー。何か止まるかな。HP かなり弱い。HP かなり。それともじゃ。ただのこの犬で回復かな。はい、そうだな。それ犬の HP ダメだ。この犬捨てるかな。犬捨ててもっとミディア使える人を使う。でもあのヴィンセントかなり弱い。まあヴィンセントのメティアダメ。ああヴィンセント十分かな。ああこのままで行こう。多分大丈夫。多分このやつまだ何も覚えていない。このボケ、このボケジジ。何か覚える？思い出す？いや。ミティアか？どうやって行ける？セフィロスの場所。あ、簡単だった。あ、そうだな、セーブしたい。あ、セフィロスのエネルギーバリアがなくなっている。シド、この日空艇ごとあの中に行けるか。あ、俺様の弟子がパイロットなんだぜ。どこだって行けるに決まっているじゃねえか。そうだな、悪かった。おい、ケチ。今度はなんだ。ちょっと待ってくれ。スカーレット、ハイテッカー、どうなっているんだ。わからねえ。社長と連絡が取れない。あ、これは決死か。この、青いシャツない。リーブは決死かな。社長やない、シスターレイの方や。
Ah, so Kali, well, Kali yes, yeah. Kali wa keishi ka leave. Kya nan da yo leave? Okashi na kotobo ska ne. So sonna koto wa do demo ii nyan nyan. Makoro no shutsuroku ga katteni appu shiteru nyan. Yeah. Chotto mazui yo, sore. Ato 3 hours wa hiyasanai to dame. Leave, yame nasai. Sore ga dekinai nda yo. Sousaku funou nanya, nyanya. Nani o no ka ga hontai sousaku ni kirikaete imasu. Kochira kara wa sousaku de kimasen. Hontai dare ga? Oi, hontai o yobi dashite kure. どうしてお前が指示するんだ。細かいことはどうでもいいにゃん。いいにゃ。ね、これは消し。ああ、ほうじょうか。クッククッ、セブロ待ってるよ。もうすぐ たっぷりと魔法を送ってやるからな。やめろ、北条。キャノン、いや、それどころか、ミッドガル地帯が危ないんだ。クッククッ、ミッドガルの一つや二つや安いものだ。北条、北条。セフィロス、見せてくれ。 さあ、もうすぐだ。クククク。科学を超えていけ。お前の存在の前では科学は無力だ。悔しいが認めてやる。その代わり見せてくれ。クククク。おい、クッチ。 なんとかしろ。 どうしようもない。 農場が勝手にやっていることだ。 あれ? いや、ことなにゃ。 もうとっくにバレているよ、 リープさん。 今さら正体隠してもしょうがねえんだろ。 マコロ、やめられないのか? やめられへんのや。 お前、真の人間なんだろ? どうして無理なんだよ? てめえ、ここまで来て俺様たちを裏切ろうってんじゃねえだろうな。 信じろ、と。 でも無駄か。この大バカ野郎、俺様の言っていることがわからねえのか。神羅もクソも関係ねえ。男ならいや人間ならこの星を救ってやるんだ。いって気にならねえのかよ。あかんのや。マコロのをやめたら大変なことになるんやで。なんでだ。 バルブを閉めればいいんじゃねえのか。そりゃ、マコーロと組み出しパイプのバルブを閉めるのは簡単や。でもな、マコーロはエネルギーが地中から抜け出す道を開けたんや。一度開けたら出るもんが隠れるまで 塞ぐことは無理なんや。どんどん湧き出るエネルギーを無理に塞いでしまうとやな。爆発か。一番マコーロが爆発した時とは桁違いの大きさや。くそ。それよりキャノン
ほう、いや、見たがにいかなあかん。それが先月なんや。補助だな。補助だな。クラウドたちが来てくれるよ、そうや。邪魔しないでくれよ。バカなことを言うな。お前に命令される覚えなどないわ。 治安、G部門、シーラ部門は総力を挙げてあいつらを撃退撃退してやる。あいつらのせいで俺はな、そんな個人的なことを。 社長は死んだ。俺は俺のやり方でやる。ガーガー。ハイテッカ、例の新兵器使うわよ。おい、待て。クラウド、みんなすまん。でも、 でも、なんだ。でも、でも聞いてくれるよな。もちろんさ。おい、船はてめえに任せるぜ。なんだ、リーブ助けるか。ミッドガルに進路を取ります。 ねえ、リーブ助けるか？もう解いたか？なんだ、こっち行けるか？行けないか？リーブどこ？リーブ助けるか？覚えた、ジジイ。多分覚えていないな、ジジイ。でも、カツイン。カツイン。カツイン。果たしたから。何か覚える、ジジイ。 見てよ。いや。役に立たない。嫌だ。まだ中国役に立たない。なんでだろう。いつ中国に行く。なんという立ち、挨拶しようか。この雪村。 雪村たち。久しぶり雪村。同じか。二人のスノーボード盗まれる。二人の女の子、なんで。バリアがなくなったら、お山の向こうから悲鳴が聞こえるの。かわいそうな声がだんだん大きくなっていくんだ。 大山さんが泣いているんだね。きっとどこか怪我してるのかな。これはまだ意味ない、この、これ。まだ意味ないか。<笑>あ、これはスノーボードくれた娘。いや、あ、別の家。 ジジ、ジジは消えろ。うん、武器か。いらないね。あ、コスト、誰だこれ。このコスト、ソウルの武器の方がいいね。たくさん見ておかれる。消しもないか。消し消えた。これは娘。スノーボードくれた娘。はい、これで。 まだ持っている、スノーボード。上手になりたかったな、スノーボード上手ね。ああ、かわいそう。下手、下手だった。気温がとても下がってしまった。もうこの街には進めそうにないの。また、引っ越ししなくちゃ。でも何から手をつけていいのやら。これは誰？これ人間か。人間。
こんなに気温が下がったのはきっとの果てにできた怒りのドームのせいに違いないんだ。君たちも早くここから離れて南の島ミデルにでも行った方がいいと思うよ。ミデル、あの壊れた町、今は湖になったの。この人も話すか。この覗きまでいる。ギャオギャオ、この寒さじゃ。この町に60年住んでいる私でも風邪気味でね。南方の島にお医者さんがいるそうなんだけど、この町にも来てくれんかね。ごほごほ、なんでミディガリ行くか。おばあちゃん風邪気味でもでね、この頃元気がないのよ。あ、これはクラウドのヒント。そっか、あのクラウド消えた後こっち戻って、クラウドのヒント、ミッドガール行こう。ミッドガールに、ミッドディールに行こう。そうかな、今別に行く必要ない。壊れ、なんだ、もう終わりの街。こんなに急に気温が下がったのは初めてなんだよ。きっとの果てに不思議な光も見えるし、これが世界の終末っていうやつかね。じゃあ、ちょっとバーに行こう。こっちはバーかな。レストルーム使えないか。あの娘とあのデブ消えた。あのバイマンとデブ消えた。何でもこの村の北の大豪華には温泉嫌いの雪女かながいるらしいとか。いや、これは旅人を脅かせるための単なる迷信だと思うんですかね。俺たちも早くこの町を出た方がいいかもしれんな。いっそ南の島にでも行くか。なんてったっけな。そうそう、南側かな。南方、南方、これは南方かな。南方の島に見出るっていう町があるらしいぜ。こうもおかしなことが続くと、みんなが町を出ようとする気もわかるような気がするよ。そうか、そう。のミッドガール、別にいいね。ミディール。ふう、なんだい。やけどするから近寄るんじゃねえ。同じこと。覚えてる。同じこと。今日は一段と寒いね。ダメ。まあ、残りは一人かな。これ入れない。このやつと話す。スノーボードしたくない。めんどくさい。お前、とっても眩しい光がクレータのバリアを突き破ったんだ。一体何が起こっているんだ。スノーボードできないね。気をつけろよ。スノーボードできる。そっか、できるだけどしたくない。減ったね、クラウド。戻れる？戻れない。そっか、これはもう一度スノーボード必要か。どうかな、あの飛行機で行けないかな。前回迷子になった、このやつら。したくない、あの スノーボード遅い。チョコボー行こう。足元見える。あ、こっちもチョコボー捕まえる場所。
でも捕まえれるだけど、このやつと一生できないね。このやつ捨てて、このやつ牧場に捨てて、捕まえれるかな。タルシチョコボ。なんだ、遅くなったこの船。船じゃない。ミッドガール、これはリーブの場所は、クソリーブ。まあ、後でやる。忘れたリーブのこと。これは目的地だ。牧場戻ったつもりだったけど、まあいい、ちょっと休みます。一息入れる。